あ、はい。こんにちは、安野太郎と申します。作曲家をやっています。また日本大学芸術学部で研究員もやっています。今日は僕がかれこれ4年ぐらい取り組んでいるゾンビ音楽という音楽の紹介をしにやってきました。ゾンビ音楽は、2012年ぐらいからですね、僕が取り組んでいる主に吹奏楽器を演奏する自作の機械による自動演奏音楽です。はい。この写真は後にまた解説しますが、これまでのゾンビ音楽の試みです。左上からリコーダーカルテット、はい、下げる、すいません。で、右上がこれフルートとクラリネットとサックスのトリオで、左下がルンバって掃除機のルンバですね。で、右下がこれ大ゾンビ音楽っていうんですけど、また後で説明します。これは全て僕が手作りで機械を作って、その機械に特化した音楽を作曲して、その音楽をゾンビ音楽と呼んでいます。じゃあ一つだけちょっと短いサンプルを、こうじゃないか、お見せしたいと思います。ちなみにこの壁紙はこのゾンビ音楽のオペラっていうのを去年初演したんですけど、その時のあれですね、チラシの絵ですね。これアクリルとシリコン製の指で塞ぐ機構など、全て自分で作った、ネット上に出回ってるようなこういう情報を参考にしながら、全て自分でデザインして機械を作りました。演奏データは PC のシーケンサーから送られ、その情報がソレノイドを動かす信号となり、その動いたソレノイドがこうやって指を動かして演奏します。で、この空気はエアコンプレッサーから送られる空気がさ、この曲に関してはもう最初から最後までもう出っ放しという状態です。こんな感じです。また後でもうちょっと見せる機会があればいいと思いますが、はい。で、今のがゾンビ音楽というものなんですけれども、僕はこの活動をやっていて、そもそもなぜこの機械による自動演奏音楽をわざわざゾンビ音楽と呼ぶのかという質問を最も多く受け付けます。で、これは一言ではなかなか説明できないんですが、決して適当につけたわけではなく、で、今日の発表はゾンビ音楽がなぜゾンビ音楽であるのか、主にその話題を中心に、これまで人類が試みてきた機械による音楽、自動演奏音楽と比較検討する形で、僕なりの自動演奏音楽への視点っていうんですかね、を提示することから、それを通してゾンビ音楽について語りたいと思います。で、僕はこの活動を続けている間、ちょっと考え続けていることに、機械音楽における3つの層というものがあり
あります。で、じゃあそれはこれなんですけれども、まあ、あの3つの層っていうのは、まず身体、どのような身体で演奏するか、で次に音響と音楽、どのような体からどのような音楽が奏でられるか、まあ、そして物語性ですね。物語性っていうのは、まあ、このゾンビ音楽においては作家と機械の関係性から浮かび上がる物語性です。で、僕はあのこの3つの視点で、あの、まあ、ゾンビ音楽に限らず自動演奏による音楽を捉えて、その音楽が一体何であるのかっていうのを、まあ、この3つの視点からいろいろ解釈しています。まあ、多分もっと本当はもう音楽そのものをこの3つの視点から解釈 してると言ってもいいのかもしれないのですが、ちょっと僕の最近の活動はもうほとんどこのゾンビ音楽一択になっているので、あの今日の発表ではこれ自動演奏音楽の3つの層ということにしておきます。で、おそらく今日話す内容は上の2つ、あの身体と音楽の話で終わってしまうかもしれません。まあ、またいつか改めてその最後のこのストーリー、物語についても語る機会があればいいと思っています。じゃあまず最初の身体ですね。ゾンビ音楽を奏でる身体、これは紛れもなく生きた身体ではなく機械による身体、非身体ですね。で、機械による身体が奏でる音楽は、まあ、ゾンビ音楽に限らずこれまで様々な試みが行われてきました。じゃあ、 あのゾンビ音楽はそれまでの試みとは何が違うのかで、あの、まあ、あのさっきの、なんていうのかな、このサウンドとミュージックにも関係してくるんですが、あのまず身体的側面から見た機械による自動演奏音楽の傾向っていうのを、あの図でちょっと表してみました。まあ、こうなります。まあ、こういう分布図を考えたんですけども、これはあの自動演奏音楽の指向性を表した図です。で、この左右っていうのが、あのその自動演奏音楽が人間指向かそうでないか、まあ、右が人間で左が非人間ですね。で、その上下は模倣であるか、その拡張であるかというのを表しています。で、まあ、あの僕の読みによると、この世にある自動演奏音楽はこの中のいずれかの傾向に当てはまると思っています。まあ、あの全てが完全に割り切れる形でこの図に当てはまるわけでもなく、ものによっては領域をまたいだようなものもあるかもしれないです。ただ、まあ、あの 20% ぐらい人間だけど他の 80% は人間超えちゃってるとか、まあ、そういうような例ですね。で、この図の右上から検証していきます。まず図の右上、人間を指向し人間を模倣するタイプの自動演奏音楽というものがあると思っています。で、これはあのまるで人間のように人間の音楽、まあ、既存の音楽、まあ、特に機械が演奏するしなくてもいいような音楽を演奏するような自動演奏機械、まあ、古くは何だろう、ジャック・ド・ボーカンソンの笛吹き人形、これはあの、まあ、現存しないからどんな音楽を奏でていたのか、まあ、分からないんですが、あと、まあ、早稲田大学とかであの開発されたフルートの演奏ロボット、あとこの一番右のやつっていうのは、あのこれは ドイツのベルリンの作家があの作ったロボットバンドなんですが、これはなんだろう、イギリスのメタルバンドのモーターヘッドのコピー版なんですね。だからもう元からある曲を、まあ、まるで人間がやるように演奏するような機械たちですね。で、多分一般的なオルゴールなどもほとんどはこの領域に含まれていますね。オルゴールの、まあ、機械としてはあの人間を超えているところはあるのかもしれないですが、まあ、その音楽はほとんどが既存の音楽であったりして、決してあの音楽を拡張していない、音楽に関しては全然拡張を目指していないという意味ですね。で、そして次に、人間を指向し人間を拡張するタイプの自動演奏音楽、人間には不可能な速度や力を獲得した機械による演奏ですね。ですがその音楽を構成する音組織っていうのは人間の設定するルール内のものであります。例えばコンロン・ナンカローの試みや、あの、まあ、真ん中のこれはベルギーの作曲家で、まあ、ロゴスファンデーションというのをあの主催しているあのラーズさんという方の試み
あと Z マシーンですね。これはあれ日本のなんて言ったっけな、なんとかデザインラボっていう人がっていう団体がジーマっていうお酒のインビジブルデザインラボですね、が開発したジーマっていうお酒のメーカーのスポンサーで作った Z マシーンというものですね。でナンカローの使って例えば、まずナンカローの使っていた自動演奏ピアノっていうのはあれは人間のもう体を完全に超えていますね。で音楽も時間軸の形式などは無理数比によるカノンとかに代表されるように一部人間を超えている音楽の構成も一部人間を超えて音楽の拡張を目指しているんですが、その音を選び出すパレットっていうんですかね、音率や音階などひっくるめた、音組織に関してはピアノの鍵盤で表現できる範囲内です。はい。でだから、人間のルール内の音楽ということで、この右の人間思考っていうものに当てはまると思ってるんですね。とはいえ拡張型であるという感じですね。でこの Z マシーンに関してもそうです。これはギターとキーボード、ドラムの3ピースの3ピースのバンドなんですが、ものすごい数の指があったり、腕が4本あるドラマーだったり、人間の身体も拡張している。で音楽もものすごい速さで演奏したり、人間には演奏できないようなパターン、運動を必要とするような音楽だったりします。でこれに関してもギターはしっかり人間の世界の音楽っていうんですかね、ドレミファソラシドにしっかりチューニングされているような、もう既存の音の範囲内でやっています。このようなものを人間思考の拡張型、スーパーマンって書きましたけど、でも意味は多分伝わるとは思います。そして、デッド死体なんですけれども、これはちょっとなかなか具体的なものが提示できないんですけども、例えば壊れて動かない機械とかっていうことになるのか、自分で設定しておきながらここの領域には具体的に何が入るのかなかなか検証できていないんですけども、ちょっと脱線しちゃいますけども、この図では僕は生きた人間に相対するものを死体としているのですが、例えば人間に対するものとして、動物とか虫とか宇宙人とか神とか、そういうのが入る可能性もあるかもしれません。もしこの領域に神とか宇宙人とかが入る場合は、自動演奏機械の指向性の図、その最初に示した図っていうのは もっと多層なレイヤー構造を持つことになると思います。例えばこんな感じとか、人間に対する動物の拡張型モンスターみたいな、そんな感じですかね。はい。あとこれはむしろこういう形もあり得るかもしれない。もう人間の部分に代入して、もう あらゆるもののゾンビもあり得るみたいな、これはまだちょっと 未検証なので、もう本当に思考実験なのでちょっとあれですけれども、じゃあこの死っていうのを、一応最終的に僕はゾンビ音楽っていうのは何かっていうのを語りたいので、ちょっとゾンビ音楽に画伝飲水するために、この死の領域をどう捉えてるかっていうことを説明しようと思いますが、それは既存の音楽システムの死だと思っています。死にたいですかね、死にたいになった既存の音組織、既存の音組織、音楽システムが機能できなくなった状態ということですね。でシステムが機能していないのになおも音を奏でようとする、その状態がゾンビ状態、こっちかゾンビ状態と思っています。で生ける屍という名の通り、ゾンビは死体の拡張型ですね。死に
死に体になった組織をなおも動作させ拡張しているものがゾンビ音楽です。そのような状態なかなか想像できないかもしれませんが、じゃあゾンビ音楽は音楽の生ける屍がどのように具体的に実現しているのかを紐解いていきたいと思います。まあ、ここからはちょっとグラデーションしていくように身体の項目から音や音楽の方に入っていこうと思いますが、ゾンビ音楽というのは、既存の吹奏楽器を機械によって演奏しています。例えばリコーダーがあるのですが、リコーダーは西洋楽器で西洋音楽の音組織を奏でるための楽器です。でリコーダー奏者は例えば人間のリコーダー奏者はですね、ある音、例えば声の音とかを出そうとしたら、しかるべく運指でしかるべく息の強さでその声の音を出します。この息の調節というのは意識しなければできません。その意識っていうのはその西洋音楽の作法を身につけた身体から生まれますよね。でだから楽器っていうのはその楽器が育まれた文化を礎とする音楽の作法を身につけた体のためにあるものなんです。で僕は先ほど死というのは音組織が機能しなくなった状態と言いました。ゾンビ音楽は吹奏楽器の運指のみを問題にします。機械は指の運動だけがプログラミングされます。その運指パターンには既存の音組織に当てはまらないものも含まれます。で息の強さとかはこのゾンビ音楽においてはもうどうでもいいことなので、ピッチなどは曖昧になり、そのリコーダーという楽器のあるべき音組織がもう崩壊し機能しない状態になります。それでもなお時間を構成し、指使いによってですね時間を構成し機械に演奏させているというのがゾンビ音楽なのです。でこれができるのは今のところ吹奏楽器だけだと思っています。ピアノっていうのはデジタルな楽器なので、鍵盤を叩いたらもうチューニングされた音がそのままなるんですね。打楽器もそうです。吹奏楽器っていうのは変わってて、指の運動に関してはデジタルなんですが、ね、開く閉じるっていうデジタルのものなんですが、息の部分っていうのはアナログで、その楽器を演奏する作法がそのデジタルとアナログのバランスをとって初めて成り立ちます。でそのゾンビ音楽っていうのはその吹奏楽器のアナログの部分を全部殺しちゃって全部デジタル方向にもう機械の原理に無理やり寄せているわけです。そのようにして音楽の生ける屍というのを成り立たせています。一言で言うとしたら、死に体なんですね。死に体っていうとなんか死に体みたいだから、死に体になった音組織を機械の力で機能させる音楽がゾンビ音楽です。はい。で、最後もう一つゾンビ音楽を語る上で大切なものがあるんですが、それが物語性ですね。音楽における物語性っていうのは音楽がある物語をトレースしているなんか BGM 的なものではなく、ある音楽がどのように作られ実演されているかの背景を指します。広い意味ではもう曲に題名をつけるところから音楽の物語性というのは始まるんですが、自動演奏音楽における物語性っていうのはもう装置そのものと人間の関係性、装置による音楽とそれを生み出した作家との関係性から生まれます。で、このゾンビ音楽の特徴でもあり強みでもあり弱点でもあるんですけれども、このゾンビ音楽っていうのは機械は全部僕の手作りで、演奏のために僕がプログラムを動かしたり空気を送るエアコンプレッサーを動かしたりなどしていて、非常に属人性の高い、属人性の高い非ユニバーサルなすごいパーソナルなものになっているんですね。ただ事実として機械がただ音楽を奏でている状態っていうのは物語も何も生まないと考えているんですね。で、人間との関係性ありきで物語が生まれ、機械による音楽は音楽になっていくんじゃないかと思っています。かなりゾンビ音楽はその僕にかかってくる負担が多くて属人性が高いんですけれども、で、この自動演奏機械における物語っていうのは、いつか機会があればきちんとまとめたいと思っています。はい。じゃあ、これが何て言うのかな、
まあ、3つの層と、あのなんだっけ、新あの機械音楽の、あ、なんだ、指向性ですね、指向性の図を通してゾンビ音楽というのを説明しました。じゃあ、じゃあここからはゾンビ音楽がこれまでどのような試みを行って、どのような音楽、どのような物語を生んでいったのか、その歴史を紐解いていきます。じゃあちょっとここで BGM を、 BGM としてゾンビ音楽を聴いてもらいましょうか。これちょっとすごい小さい声で、まず2012年にソプラノリコーダーを自動演奏する機械を作りました。で、そのうちの、その年のうちに、あのソプラノリコーダーとアルトリコーダーのデュエットを CD まとめて発表しました。で、2013年にはソプラノ、アルト、テナー、バスリコーダーの四重奏編成が完成します。これもあのコンサートなどでの発表を経て CD にまとめました。で、2015年にはあのこの機械、その当時の2012年、13年のまで使っていた機械を全部見直して、あの、まあ、僕も素人だったもので、あの機械作りに関してはあのいろいろ見直し、あのブラッシュアップして、新しい四重奏編成の機械を2015年に作りました。まあ、この時に新機能として空気の流量を制御できるようなソレノイドバルブを加えました。で、四重奏編成の作品は、まあ、ある作曲コンクールに応募され、まあ、入選したのですが、その時に提出した楽譜をちょっと紹介しようと思います。もうこんな楽譜です。一つの楽器に対して、まあ、ちょっとこれ小さいんですけど、あの8段あるんですね。あの四重奏編成なのに32段の楽譜なんです。ゾンビ音楽はあのデオトロピッチを記述されするタイプの音楽でもないし、まあ、そういう起伏でもなく、指の運動を記述するタイプのものなんですね。だからソレノイド一つ一つの振る舞いを打楽器的に、打楽器を記述するように書きました。で、表示されている部分は、まあ、この単純な場面なんですが、ソレノイド一つずつ、その、まあ、つまり8本の指全てがそれぞれ違う音下で動いたりするので、まあ、例えばこいつは3連符だけど、こいつは16符で、こいつはあの32部とか、もうめちゃくちゃな動きをするところとかあるので、それをなあの1段1段というのが、例えば8線符とかを作って、その8線符の上で表現するのってかなり難しいんですよね。だからあの、まあ、そういう特殊な譜面を開発するより、まあ、割とスタンダードな譜面で、まあ、本当にソレノイドを打楽器として解釈して、その8つのソレノイドとそれぞれの段を用意した方が、譜面として容易に簡単に記述できるのかなと思って、当時はこのような譜面を書きました。で、まあ、このような譜面が誰のためで、一体何のためにあるのかみたいな問いもあると思いますが、まあ、それはまたちょっと別の話題なので、今日のところはこのような譜面があるという事実を報告することにとどめます。で、2014年にはこのフルート、クラリネット、テナーサックスのトリオ編成の自動演奏機械ですね、このゾンビ音楽を制作しました。まあ、なんでこの編成かというと、まあ、元吹奏楽部員の押し入れにしまってある楽器を譲ってもらったからです。で、空気の流量を調節するソレノイドを機械に搭載したのは、まあ、この時期からですね。で、リコーダーは発音機構が単純なので、空気を送ればただ音は出たのですが、このようなあのワンランク上の発音機構を持っている楽器を音を出すだけのために、まあ、とても苦労しました。で、この編成は一度ソロコンサートを行っただけで、まあ、CD にはまとめられています。で、2014年もう一つの試みとして、掃除機ロボットのルンバとゾンビ音楽を合体させる試みを行いました。で、掃除機の排気をリコーダーの歌口に直結して音を出します。で、あの運指の変化っていうのは、あの掃除機の動作に基づくアルゴリズムで変化します。掃除機のある掃除機が壁にぶつかったら、まあ、指が変化する、まあ、右側にぶつかったらこれ、左にぶつかったらこれみたいな、まあ、そういう単純なアルゴリズムで動きます。
自立演奏型のゾンビ音楽になりました。で、まあ、この方向性はまだ追求のしがいがあるんで、今後も新作などを発表できればいいと思っています。この写真のこの写真のこの言葉は未来派のマリネッティの言葉ですね。たまたまサモトラ家のマリネッティの言葉をもじってます。たまたまこのサモトラ家の二家像があったので、そういう写真を撮りました。はい、そして2015年からですが、ゾンビ音楽の規模が拡大しまして、大ゾンビ音楽というものになりました。この大ゾンビ音楽っていうのは、リコーダーが12台に増えて、ただ大編成になったっていうわけではなく、発音機構が全く変わりました。写真の中央にオレンジ色の物体があると思うんですけれども、これはターポリン製の幅2メートル、奥行き2メートル、高さ2メートルのバルーンで、そのバルーンの両サイドにある不意語を人間が踏んでバルーンに空気を満たします。で、そのバルーンから全てのリコーダーに空気が供給されるという仕組みですね。で、なんだろう、機械っていうのは、人間の仕事の効率化のために奉仕する存在として生まれたわけだし、ロボットも そんなことを目指されてると思うんですけど、この大ゾンビ音楽の世界観では、機械が動くた、なんだ、機械が動くために、音楽を奏でてもらうために人間が空気を満たすために奴隷となって働くっていう、そういう人間と機械の関係性が転倒した世界観でやっています。で、この世界観、この仕組み全体でやるゾンビ音楽のことを大ゾンビ音楽と呼ぶことにしています。で、去年ですね、この大ゾンビ音楽でゾンビオペラという作品を発表しました。で、オペラなので声もあります。ちょっと小さくて見えないんですが、この写真の右上に天井から吊るされているものがあるんですけども、それがゾンビボイスの発声器です。本当にもうゾンビのようなめちゃくちゃな声を出すんですけども、これはケンペレンの試みや、香川大学の澤田先生の試みを参考にして作りました。で、ゾンビ音楽が大ゾンビ音楽になるまで規模を拡大し、装置を運ぶためにもう毎回4トントラックをチャーターしたりする必要があったり、4メートル以上の天井高の場所が必要だったり、それら全てお膳立てする資金が必要だったり、もちろん8人の踏み手が必要だったり、これら全てお膳立てするね、いろいろな環境が必要だったりということから、いよいよ僕一人の力では演奏を実現することがなかなか難しくなってきましたが、このことによって、この俗人性の高いゾンビ音楽がもうちょっと開かれたものになるんじゃないかという期待もあるんですけども、来年の先、この2017年ですね、この大ゾンビ音楽による展示作品を予定しています。仮タイトルで大霊廟というんですが、人類が滅びた後に残ったその人類を埋葬する霊廟で奏でて、ずっと奏でられている音楽という設定の世界を作ろうかと思っています。で、少し打足になりますが、今はゾンビオペラをスコアにまとめてみようと思って、今その作業を時間のある時に行っています。で、このような楽譜ができています。先ほど紹介した四重奏のスコアのように、一つのソレノイドに対して1段を割くと、合計16台の楽器のためには128段が必要になるわけで、もうそれではあまりにも現実離れしているということで、独自の楽譜をデザインしました。とはいえ、よくある神経さんのピアノロールのモデルで書いています。こうなるともうでですね、でこうなるともうこの楽譜が再現のための楽譜なのか、もうね、誰が読むんだ、一体誰のために書いてるんだっていうのもありますけど、思考をまとめるためであったり、作品と作曲家っていうんですかね、自分と作品を切り離すためのもう ほぼ儀式のようなものとして楽譜制作をしています。じゃあ今後の展望です。エアリードや
リード楽器、ダブルリードの楽器がもっと上手に演奏できるようになりたいなと思っています。で、まあ、ゾンビ音楽に西洋音楽、西洋などというものはないのですが、まあ、全てをゾンビにしてしまうので、あの非西洋楽器によるものにも挑戦したいと思っています。ちょっとこれまた多分非西洋楽器でやったらまたいろいろな問題が出てくると思うんですよ。あの、まあ、美学的な問題がいろいろ出てくると思うんですけども、まあ、例えばどういうことをやりたいかというと、あのシルクロードや海のシルクロードを逆走して日本からさまざまな民族楽器をゾンビ音楽にしていく旅などをやってみたいなと、まあ、どう実現したらいいかは、まあ、別として そんな妄想もあったりします。で、まあ、最初の方ではその音組織が機能しない状態みたいな、それが死なんだと言いましたけども、僕の欲望としては、じゃあこういう、 もう指使いだけのパターンで得られる、その、まあ、今まで我々が体験したことのなかったような音組織で、それをなんか体系化も目指してみたいと思っています。まあ、もうそうなるともしかしたらゾンビ音楽って呼ばない方がよくな、だゾンビもなんか一歩なんか違う高みに行けるのかもしれないんですけど、で、まあ、そこまで完成したその音組織、音楽の体系化みたいなのを目指して、そこまで完成した暁にはゾンビ音楽に関する全てをまとめたこの広辞苑という、この広辞苑の、まあ、分かりますかね、はい、という本を出版したいと思います。そして2020年東京オリンピックのファンファーレがゾンビ音楽になります。もうここからはもうあの現実の出来事ではなく、もう僕が生み出した物語の世界に入っていきます。そしてあの、まあ、ゾンビのための労働者協会というのを作ります。演奏家の死後にその体を機械化し、演奏するたびに遺族にお金が入る仕組みを作ります。あとゾンビ芸術基金というのを作ります。これは生きた人間による音楽が全てあの未来には伝統芸能になるという想定で、まあ、その場合に備えてその未来の伝統芸能を支えるための基金ですね。そしてこれ Z シェパードというあの人類の奴隷になっているロボットを解放する団体の Z シェパードというのを作ります。まあ、あのジョニー・デップとかそういう人たちからの寄付を募るみたいな、もうあの C シェパードをモデルにしています。でゾンビ音楽のための核シェルターと発電所を作ります。そして人類絶滅後ゾンビ音楽は宇宙人に発見されるという感じです。まあ、最後はちょっと物語を、まあ、自前の物語をちょっと発表してしまいましたが、このような感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございます。じゃあ最後にちょっとそのあ長いですか、すみません。あのじゃあこれオペラ一瞬だけあのバルーンが上下する仕組みだけちょっとどういうものか。そうじゃない。あれ。こうか。俺が下げたんだったこれ。これはあのこうやって両サイドにの両サイドに人がいて不意語を踏んでいて、真ん中のここに空気が溜まっている状態です。でこの装置の上には僕が乗っかっていて、僕の体重で押しているという感じです。でその空気がこの全てのこのリコーダーに音が供給されているという状況です。あ、なんかもう違う音と混ざっちゃってましたね、すいません。ありがとうございました。Does anyone have any comment?
first speak in English and then Japanese. And I have two questions. One is, I still do not understand the concept of zombie. In order to understand the concept of zombie, I understand that we have to understand the concept of the dead. So you explained, but I still don't get it very much. So could you repeat the concept of the dead, please? That's one thing. The next one is for the score. If you split those, classify, I could say two types. One is how you hear. The score is usually written in conductors or for composers, what the music is heard. But for tablature, like guitar player, or kodai's cello, sonata, you just write how you operate, how you manipulate the instrument. So in this case, you explain like a program how you manipulate the machine. But in order to think as a composer, for you to think the story, in which sense you think your story is in terms of the pitch and things you hear, or in terms of the manipulation, then if the score for you is very important for the sake of story, the manipulation is more important for you, then this score is fine for you and for all. But what we hear as the pitch sequence as ordinary music, then if we want to have, we want to see the score, how we hear. But if you say it is not very much important, how the pitch comes, the pitch sequence itself is not very much important. Rather, how you manipulate each finger movement is important. Then, understand the score. 日本語では、まあ、ちょっと死にての意味がまだよく分かっていない、何回か説明していただきましたけども、ゾンビミュージックの意味をちゃんと分かるためには、死んでるっていう状態がしっかり分かれば、ゾンビはすぐ分かると思うんですが、ちょっと繰り返してください。私はよく分かっていない。繰り返してれば少しずつ分かってくると思うんです。それが第1点と、第2点は、はい、スコアがですね、今、機械の操作というようなイメージで書かれているんですが、安野さんの考えるの作品自体のストーリー性っていうのは、その操作に根ざして考えているのか、そうじゃなくて、その結果出てくる音のシークエンスっていうのは、やっぱり音楽である以上、我々はまあ意識します。少なくとも聞く方がね。だからストーリーもそこに基づいているのか、でもしそうだったら、そのスコアもあってほしいなと思うんですよね。でも、そこを出てくるのは結果であって、そこは音楽として実はそんなに重要じゃなくて、その前段階のオペレーションとか、そこに偉大なるコンポーザーの意識があるんであれば、確かに今のスコアの方が第一義的で、あとは誰か書いてねみたいなところで済むと思うんですけど、その辺の2つをちょっとお願いします。あ、はい、じゃあまずデッドの概念ですよね。まあ、これ既存の音楽システムの死なんですけども、なんて言えばいいのかな、ちょっと待ってくださいね。定義よりも例としてこうやってやってるところは死んでるという言い方を与えていただければ。え、例としてっていうのは、だこうやってこういう演奏をすればそれはデッドの状態であるっていうことを言ってた。ある意識に基づいて、まあ、例えばリコーダーだったら、リコーダーってドレミファソラシドというか、まあ、西洋音楽の音階やら音組織を演奏するための楽器ですね。もうその文化の中で育まれてきたもので、その、まあ、ドレミファソラシドっていう音組織を演奏するためのものですが、それが指使いだけで構成すると、もうドレミファソラシドとかいう、もうその世界全然もう無視することになっちゃう。でリコーダーやらそのオリジナルの楽器が演奏されるべき、その音楽の組織
っていうのが全く機能しないんです。音楽、まあそれピッチとかっていう意味ですけども、もう C が何ヘルツか、もうそういうの全く関係ない世界に なってしまうんです。その楽器が持つ楽器が何ていうのかな、まあその既存の楽器には必ず既存の音楽システムが礎としてあって、その礎になってる音楽システムが機能しない状態っていうんですかね。わかりました、はい、でもう一つは、はい、あ、すみません、もう一つは、はい、楽譜の話ですけども、はい、最後に聞こえてくる音の列ということで、はい、書かれた楽譜っていうのは普通の音楽はそうですね、はい、まあ、欲しいですよね。それに対してギターのタブ譜とか、はい、まあ、古代の作品で一番の調弦を変えた場合は演奏者が弾きやすいように、はい、ピッチとは違う弦で書いたりもしますよね、はい、それはどうやって演奏者がオペレートするかっていう基譜になってるわけですよね、はい、でその意味でこのストーリー性を考えるためには、はい、こちら そのいわゆるタブ譜のようにマニピュレーションを書くことが作曲家にとっては望ましいのか、それともやっぱり出てきた音でいろんなストーリーを考えていくんであれば、はい、まあ、これは中間段階に必要なプログラムではあるけれども、はい、最終的にシークエンスをピッチで、まあ、書いた方がですね、はい、音楽的だしストーリーも作者も我々も分かりやすく思えるのですが、はい、どちらのドメインでストーリーを考えてますかっていう、どちらでもないっていういう感じですね。どっちかというともうこの機械とまあ、このやり方で演奏するの死に手になった音楽組織、あ、音組織に基づく音楽をなんか奏でるような機械となんか人間の関係だとかと僕の関係だとか、なんか総合的なところから物語っていうのが生まれてきます。まあ、音楽の音響構造っていうよりも もっとなんか総合的なところから物語性は生まれて、どちらでもないってですね、私の質問の答えとしては、はい、これでストーリー考えるわけでもないし、出てきたら考えるわけでもなく、はい、そういうスコアとは別のところで、まあ、構造とストーリーがあると、そうもうこの音楽で多分何のストーリーもなしに、これを何のストーリーもなしにただこういう変な音楽作ってみましたっていうふうに提示しても、多分もう誰も何も理解できないと思うんですよ、こういうこのゾンビ音楽って。だからそのなんだろう、まあ、この作品の世界に入ってもらうための、まあ、インストラクションっていうんですかね。ありがとうございます。I briefly translate, very briefly. The first answer is, in general,one instrument is designed under the musical culture so that it can have the very easily you can play the music scale, and so each instrument has its own musical culture background, but the being dead means those culture doesn't function at all being dead, so it's very hard to realize this, say, even one musical scale. So that is the status of being dead, he explained. And zombie is its extension still, that survive more. So if you understand the meaning of being dead, it's easier. And my second answer to my second question is, the story is,pretty much different from one particular aspect of this tablature-based score, or how you heard perception-based score. It's more a mixture of all the thoughts and the story. It comes not from just one aspect of score, but from all over the structure and thought. That's his answer. Thank you. すごい分かりやすい例を今これスコアで例えば尺八だとか和楽器
に、あの西洋音楽の楽譜でドレミファソラシドのピッチ当てて吹かせたりするじゃないですか。あれってのはもう完全に日本の文化を殺してる状態なんですよ。って考えると考えるとしたら、このゾンビ音楽は全部このあのもうなんだろうに人間の側の理屈というか、まあ、そっちを全部漂白するというか、はい。Short comment. Actually, some years ago, I introduced your music, zombie music, to European people in an international conference, and they don't understand. Yes, because today I study your presentation by your presentation, all the systems and all the story of your performance.I study it for first time, so I imagine how to explain to the people, not inside Japan, but for the people of another country. So, and you explained now about the shakuhachi and some Japanese traditional instrument. If you say.With shakuhachi playing the European style melody, that is a kind of death, you think, or that is an extra culture. So that is the starting point of his performance. That is very clear, I think. So you make, you use the recorder, the recorder has a European style of.Fingering and European style of scale, but you there did another style of sound, so extra scale pitch he used. That is a kind of extra culture expression. So he wants to do such kind of thing. That is very clear. I think today I'm clear and very.Japanese or very Yasuno style is kind of the thinking about dead or non-human. So I myself don't understand that the non-human is dead, I understand, but you said dead includes animals, ghosts, and the person in Mars or some extra.Extra the earth, the out of the earth, I know. So that is very unclear. Maybe people don't understand, and I don't understand that. But that is your original thinking of the way for the creation. So if you make some concept, alien and super alien.So, that's a very important thing to make explanation about your performance. So, that is fine. Now, I do not have a metaphysical question, I'm sorry, like Mrs. Mizuno. I have a more practical question, or a few questions, in fact. When I was at IRCAM, we had I gave IRCAM a trumpet, but I didn't play anymore, and we attached a speaker driver on the mouthpiece, okay? And we had electromagnets on the valves, okay? And then, of course, to play the trumpet, you have to provide an audio signal, just like the lips of the trumpet player.So we sent a signal, like a buzz, you know, into the speaker driver, which in turn was attached to the mouthpiece. So we could play the trumpet, and we could, according to what you said, or what I understand, we could either create imitative music,
or extensive music, that is, music just like Conan and Caro that you showed, music which could not be played by a human performer. So this works for brass instruments, okay, with mouthpiece. You probably know also the work of Eric Singer with the guitar, so the guitar bots, so that's guitar playing with a robot. So my question is, you work only with woodwinds, so flute and recorder and saxophone and shakuhachi. Do you consider working with, like, for instance, a brass instrument? With brass instrument, the fingering make the harmonic structure. So he can't make extra harmonic structure. So he's saying that he can't make the situation of being dead. It's within the framework of already known world, okay, music world. So it's very hard for him to make the situation of being zoned. Oh, so that explains. So that leads me to my second question. Maybe that's the explanation, because the first time I heard your music was on YouTube, and I really loved the sound, but I was also, I noticed that there was almost no dynamic variation, okay, no nuances. And if you work with brass instrument, of course, you have a huge nuance variation or dynamic range, which I understand that you don't want that, right? Is that correct? Dynamic. So thank you so much, Mr. Yasuba. So at last we